ひなチャンネル。今日は姫様拷問の時間です。12話反応会ね。最後までこの作品っぽい最高の面白さで終わりました。本当に残念と思ってたところ、2期も発表されて薬屋2期発表と同じぐらい嬉しいです。姫様の2期も楽しみよね。そんな実況民の反応、早速行きましょう。それではみんなの反応どうぞ。最終割り当たり、最終回来たー。始まった。早速バニラさん可愛い、富田美優開幕。葛藤してて可愛い、始まったバニラちゃん可愛い。私もです。あの人初めての友達、姫様にほだされていく魔王軍、ホヨは普通誘えねえよ。なんてけなげなの。頑張れ頑張れ、可愛い。立ち上がるべき、立ち上がるとき。引きえ可愛い、稲葉ワー、我らの地持ち。急なスケートわらわら稲葉ワーしてる。こっち見るな。これがメダリストか。違う、そうじゃない。過去の映画を見返す姫様、なんでスマホで過去の動画見てんだよ。ホヨでもスマホは使える、なんでスマホ持ってんだよ。普通にスマホ使ってっけど、それで連絡取れないんすかね。稽古サボってスケートを、またあのジジイは相変わらず自由だ。お前どうやって滑るの。金カムでフィギュアスケート出てきた話は、ちょうど杉本くん絡まないお話でしたよね。どこに排気口ついてたんだよ。 X 滑れるの。これだ可愛い、滑れないだろう。4回転サルコーができるけん、バニラちゃんの相変わらずから良い。すぐ死にそうな吸血鬼だな。もじもじバニラちゃん可愛いね。ベシッツ家の皆さん最高すぎん。ママかわゆす、パパがバニラちゃん呼び名のほんと好き。言われちゃあねえ。もじもじバニラちゃんから、可愛すぎやろ。ベシッツ家う、友達ができたんだ。可愛い、友達、甘美な響きだ。貸し切りよ。あんたらう、見てまーす。バニラちゃんパパママもいい。ベシッツ母の顔の作画う、やばい。魔王以上に娘バカだこの親。この人たち親バカだ、いわゆる親バカってやつかう。これがいい。エクスアームスマイルバニラちゃん。貸し切り、日本語、ガチのスケートリンクでかー。吸血鬼って商売なの？う、吸血鬼用とはビジネスだったのか。かわいい、かわいすぎる、はしゃいでてかわいう。この作品親の熱意がすごいなう。冬服かわいい、そういや拷問だったな。さすがの手腕だな。さあ拷問してみろ。拷問の流れになっちゃったう。チョロインに定評あると、見た見ゆ、姫様はフィジカルギフテッド。いつもの流れ、デートが拷問にされたの悲しい。流れになっちゃったのこえい。姫様かっこいい、メロメロ付き合ってほしいほなね。やったことなかったの？う、やっぱりやったことなかったんだう。スケートやったことあるかと思ったらないんかい。バニラちゃんスケートできないんかい。かわいい、イケメン姫様登場。かっこいい、やだ姫様イケメン、イケメン、イケメン姫様だ。姫様イケメン世界新記録更新、イケメンだ。またイケメンムーブしてる。またイケメンムーブする。泣いてる姫様。秘密は話さなくていいです。姫シャバー、そう言われると照れるの。かわいいよ。察し。スケート上達術、王国流スケート術をな。それ秘密なの？剣が滑ってる。インテリジェンスソードが滑ってる。剣が滑ったら氷削れない。 X 楽しんでんなう。4回転サルコー飛ぶ剣、 X すげー羽生結弦みたいだぜ。 X が滑ってるの声出して笑たう。かわいい。二人は楽しんだ。アイキャッチ。剣先で滑る X、 絶対リンクを傷つけたな。ビーバーとトーチャー超えろ。本当にいい？筋肉痛かな？体調不良などありえないどや。微熱っすね。平熱知ってくれてるのあい。トーチャー元看護師だからこういうところ優秀だよな。ぶっとり。ふかふかであったか。剣まで手厚い介護。まさかの平熱知ってるとは。 X までお布団。ここ檻の中ですよね。笑い。かわいい。おうどん顔バカすぎて好き。渾身のうどん。X アームスマイル。お母さんと子供すぎる。俺も魔王軍に捕まりたいわ。この牢獄、コンセントあったのねう。テレフォンショッキングじゃねえか。あの時間の番組いつまで経ってもこれのイメージが強いんだな。テレビ乗ったら乗ってきたう。中井はまだいいともやってるのか。いいともがやってる未来戦。魔王軍って熱すぎ。姫様が布団で一緒に寝てる棒は、テレビのチャンネルを回す棒です。どのご家庭にもありますよね。昔は学校休んだ日にはタモさん見れてたんだよな。今は何もない。優しいな。クックックお参りに。クックックの後から出る言葉じゃないんだよ毎回。あら慈悲深い魔王様。姫様は布団を手に入れた。魔王様安定の優しさ。アイキャッチ。福利厚生が神すぎる定期。お布団支給お優しい。回復。おや？そんなことは。トーチャーもダターマも元気ない。やり返したう。隠し事。あれ？まさか映っちゃったか？人事異動のある世界。人事異動なんてあるんかう。もうすぐ4月だからね。人事異動の季節だね。人事異動がある魔王軍。魔王軍も時期的な話。ちょうど年度変わりやな。
横乳。姫様と同キャー。互いにわずかな変化に気づくのあい。事例かな？やだ、あとは2今のメンバーで拷問して。クラス替えよ。クラス替えやん。春は別れの季節。最終回っぽくなってきた。クラス替え感覚だもの。クラス替えみたいな人事異動の発表で草。当日の朝に人事発表されるの困るな。最後かもしれないこのアニメは最終回。最後の拷問、全員集合。最終回で全員集合きたー。最終回のから全員集合。何の流れ？うわ、露骨に最終回っぽい。オールスター。再確認トーチャーさん、やはりナイスバディ。人事異動がクラス替えのノリ。勝手に来たのかよ。なんでここに姫様が。あらー、やっぱりクラス替えじゃねえか。来ましたわ。勝手に檻に戻って足かせつけるもんなこの捕虜。拷問ってなんだっけ？よかったね、泣く。よかった、これからもみんな一緒で。何を話したのか。いい最終回だった。姫様は話した。なぜ？ ED 来たー。ED 早ない？姫様は話した何を？何を話すことがあったのか全くわからないマギレス。もうエンディング？ ED テーマ。いい最終回だった。まだ17分だが終わった。そして拷問は続く。いつもの ED 構成と違うな。ED 早いう。あれ？まだ17分だぞ。エンディング早くない？たっぷりスイパーとか？クオクオア。魔王じきじきに。異世界転生だ。は？異世界転生？魔王代理の人。落雷、アニメでよく見るやつ。シーパート、姫様と魔王様で異世界転生。急展開すぎて脳みそがついていかない。アニメ見ない。アニメ見ないう。姫様アニメ見ない魔王代理の人あら。姫様もアニメ見ましょ。異世界転生？まさかの？う。オタクな魔王様か。北海道とかガラスとあたりに飛ばされてもおかしくないけど。漆黒王。漆黒王とは、深淵王の親戚か？漆黒漆黒。米印か固形です。漆黒四天王。倒したう。倒したんだ。漆黒四天王、五人いないか？う。漆黒四天王すでに敗北。ダイナマイト漆黒。漆黒漆黒してる。原告？ライオンなるよ、漆黒力って何ですか？エクスのツッコミ最高。後半はまさかの異世界転移。何回漆黒言うんか気になる。魔王代理の人、強すぎる。クジャ国。五千の九人を口刺しにしてギャー。漆黒の饅頭。黒い、黒すぎる。漆黒饅頭。漆黒力98万だと？ OP ここで通う。OP 流れるの激アツ展開すぎるな棒読み。わしはアニメ最終回とかのラストバトルでオープニング曲が流れる演出に弱いぞー。シーパートで OP 来たー。主題歌がかかる中でラスボスと決戦。魔王様が好きな展開だから魔王様が書いた小説かな。魔王が主人公だ。魔王が勇者してる。漆黒のバーゲンセールだな。さっきからなんなんだこの歌は。魔王様、逆転のクライマックスにオープニングなら音符。アニメをよく見ていると異世界転生時に役立つ。漆黒王キリトさん入ってるのかもだが、全体的には天すらにいそうな幹部感だった。オラオラですか？めちゃくちゃ殴ったう。ケンシロウだろ。オラ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 。魔王のパンチ半端ない。長いなう。物理攻撃は効くテンプレ。マッシュバーンデッドやないかう。ここまで困惑するアニメめったにないぞ。漆黒王ボコボコにされたう。世界救ってるやん。ぶっ殺すしかないでしょ。グーパンで斬撃が効かないので。クロタウ。え？救ったの？魔王がアクション仮面に見えてきたう。魔王様ウッキウキやないかい。魔王がただただオタクなんだよ。憧れてたの可愛いよ魔王様。ミニカンで漆黒世界に平和が訪れたぜ。本当に魔王とは思えんなう。最後に魔王軍と人間軍の秘密ばらしてるやん。キャスト。魔王様大好き展開の最終回で OP のやつ。大安売りという名のバーゲンセールね。魔王が勇者に言う。漆黒の大安売りう。短時間で世界救って終わったう。OP テーマ。魔王様が好きな形で OP が流れてますよ魔王様。期間、ちょっと異世界に。バスケタイム。バスケしようぜエンド。拷問は続く。最終回をバスケをするぞで締めるのびっくりした。魔王様めちゃくちゃ強い、ただのオタク。ニキきたー。米印映像はあくまでイメージです。本編と異なる場合があります。ニキだー、おめでとうございます。第2期制作決定嬉しい嬉しい嬉しい。クックック第2期制作決定おめでとう。ニキ決定きたー。姫号ニキきたー。楽しい作品をありがとうございました。決定おめでとうストック的には5期くらいは余裕でいけるはずだからもっとやれ。まあ、この手のアニメで2期だなんてって期待してなかったけど、まさか意外にもあっさり決定しましたね。月曜にこれが放映されるのが本当に嬉しかった。さらに続くの嬉しすぎる。目は済んでるのに、またすぐ負けちゃいそう。2期おめでとう。いやー、100点だった。最高のアニメだった。原作好きだからアニメか不安だったけど、ほんと最高だった。視聴
聴者参加型2024年冬アニメランキングの投票を募集しております。概要欄に URL を貼っているので、熱いコメントと一緒にぜひ参加してくださいね。みんなの反応はここまでです。2期が決まった時の反応がすごいけど、ものすごく気持ちがわかる。毎週月曜の楽しみだったから本当に嬉しいよ。あんたがまさかこんなにハマるとは思ってなかったけどね。うちもここまで好きになるとは思ってなかったもん。1クールものの冬アニメの中では間違いなく1位だわ。冬アニメランキングの上位に入るかも楽しみね。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。